ライブ？ロッケじゃないよ、ロッケ。ロッケ。ラインナップのぶらり一人旅。ああ、そっちね。はい。ロッケ。毎度。今日の旅のお供はマッキーさんです。はい、どうもです。ゴルフ。ほんまゴルフ。ほんまゴルフ。俺ゴルフ知らないんですけど。それです。ほんま被るってなかなか本格派やね。気になるあると探しに行きますか。気になった一台。交渉しに行くっていう撮影と。ああ、撮影ね。ちょっと気になる一台を今日はロケしますので。一台っていうあのボンネット名前がメーカーが今日分かったのがあったんですか。どれ。ああ、あれね。うん。あの車について。風よけみたいな。そうあれどこなんだろう。あれから面白いな。そうそうそう。なんかマットマットなんやったっけ？マットなんとか。マットガードみたいな。マットガードはマットガードをこういうどれを検索するか。マットガードあれマットフ？四駆につけたらね。やるかな。なことで。てなことで。てなことで。てなことで。どうはもう緊急事態宣言も開けて。ね、松さん。気になる車を。はい。松さんの無事帰ってきましたんでね。これ。ビカビカ。相変わらずビカビカや。ロケ。ロケを。ロケをしましょうか。直気になる1台。はい。マッキーの気になる1台と。緑もなかった。あ、緑ね。あ、気になる1台これですか。気になる1台。はい。こんにちは。あ、こんにちは。これって、これ動画 OK な感じの車でしたですか。あ、動画 OK ですか。オーナーさんの顔出しは大丈夫ですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。ごめんしようかな。はい。なんと、はい、なんと上げさす。はい。どうすわ。ありがとうございます。どうでした。施工と、まあ最初のこうつけた時どうなるかな、乗り心地とか含め。めちゃくちゃ良かったね。はい。本当にそこがね、ノーマルにいっちゃうから、ね、結構。友達の乗ったんですけど、はいはい、すごくいいから、上げさせにしようかなって。おー、ありがとうございます。確かに、今日も朝乗ってきたけど、今日も朝、はい、はい、もう自分の朝も前から乗ってきたんですけど、白いですね。白いです。普通に良かったです、乗り心地は。すごいな、仕方されてた。こっちかな。仕方そうなんや。すごいね。雨も古いかな。めちゃくちゃ目立ってたな。すげえ派手。あ、振り分けしてやると。触ってみてもいいですか。はい、すげえな。こっちもラメ入ってる。ほんまや。入ってない。これユズ派だっす。あ、ユズ派だ。ユズ派だっす。あ、え、ユズ。これ、あ、ちょっと、ほら。メタリックか。こっちはラメ。すげえな。これちょっと磨きますね。そうそう。リカバリー。まだこれから磨き途中。すごいよ、これを自分でされてるんですか。天井が上がってるんですか。いや、すごいな、ね、めちゃくちゃ36でこの色は目立つ ね。そうですね、目立つ。ああいうと、なんかね、合ってますよね。合っとんな。すいません、姫路かどっかの、はい、はいはいはい、はいはい、お元祖言われたことがあるから、はい、あの人に憧れて、はい、上げ仕様にしたんですよ。ほんで、まあ、ちょっと山をクリーンって出したかったから、はい、あ、なるほど、なるほど。この辺はこれは脂肪付きの、あれちゃいます。脂肪付きのフェンダーダストステップも合わせて、あー、はいはいはい、多分僕と同じ製法ちゃいます。なるほど。チッピングコートですね。なるほどね。タイヤもオープンカットに。
綺麗やな。綺麗。マッキーの1台選んでもらわなかんない。選んで教えてなかなか。マッキーの1台を選んで、どういうこれもいいの珍しくない。赤っぽいってだけじゃね。ワインあるっしょ。ありましたっけ。バンバンちゃうわ。 NA かあるんちゃう。こんな色ありました。こんなん純正以外赤違うやろな。そんな赤じゃないでしょ。ないでしょ。 あっちも赤やと思う。あれはあるっすけど、この赤なんか色違くないですか。あれすごい気になるっすけど、あれこれなんか色違くないですか。ありましたっけ、今純正色。あらこれちょっとなんかどうでしょう。分からへんで、これこれはなんか悪いかな。いや、あるでしょ。あるの。でもこれはよく見るとあるじゃん。いや、あるでしょ。これ絶対違うよ。糸塗ってません。塗ってない。塗ってると思うんですけど。塗ってない。塗ってないですか、これ。でも見た感じ塗ってるような。いや、塗ってない、塗ってない。あの、ラインナップの社長はどこ行った。社長。ここや。ここや、ここや。ここ、あの人詳しそうです。あのアルトって色違くないですか。違うですね。やっぱり塗ってますよね。塗ってますよね。なんか赤なのか赤じゃないのか。やっぱ違う。あの奥の方ですよ。違うんだよ。ちょっと今マッキー号、マッキーの選ぶ1台をちょっとやってまして。はい、またお願いします。どうもありがとうございました。マッキーの選ぶ1台あれやって言い出したから。あれ綺麗。なんか。ほんまに？ほんまに。これ元色じゃないん？元色じゃないと思うよ。だから元色のように見えて元色じゃないと思うよ。めっちゃ綺麗。これなんかそうでしょ。いや僕も最初全部そうじゃない。これめっちゃ綺麗じゃないですか。かっこいい。うん、落ち着いてますもん。一番。大人な。大人な。色だけやでこれ。オーナーさんですか。あ、すいません、これあの今物議をかましてたんですけど。査定させてもらってもいいですか。あ、はい、ちなみにこれ色って純正色ですか。あ、普通の純正色。うわぁ、見てみようなぁ。知らんかった嘘やめちゃくちゃこの会場の中で一番普通の人です。もうめちゃくちゃでしょ。めっちゃ綺麗な色に塗装コーティングはしてますよ。あー、なるほどね。これちなみになんていう色。あ、これは普通のあれ、ウタボディ色があったんや。これ名前なんて。いいでしょ。普通のアルトである赤色の、アルトの赤ってこっちの赤じゃないのって知らなくって これはなんか赤じゃないですよ。レッドじゃないですよ。ちょっと知らない何やろこれ。あ、でも確かそういう名前があるんですか。そういう色があるんよね。すげえな。最初僕の車のことを話してもらったけど、まさかこんなにいや色はね、色がこの会場の中に新しい。いや、新しいですね。ないからですよね。新しい色なんかな。だから知らんか。あと俺らが初期型しか知らんから。会場に1台しかない色。なんか見たことない。これは変わったはずの音も出してないんで。フェニックスレッドなんとかじゃなかった。めちゃくちゃ。多分なんか。フェニックスレッド。かっこいいねこれ。多分あれじゃん、出たばっかのアルトと比べは違うんだよ。あの出た頃なんて。すげえな。なるほどね。これ選んだんですかこの色。はい、赤で。はい、これ選んだ。すごい。そりゃそうですね。新車買うときに。いやなんかこうたまたまこれお値打ち。レッドパール。あ、パール。パールスパール。パール入ってる。すごいねこれ。それではマッキーがな気に入った。これめっちゃ好きですよ。うん、これ V 回です。あ、これですね。レッドパール。ああ。はい。ああ。すごいね。見事に。まさか注目されたわ。いや、色が。いや、色が。うん、ああ。誰もいない。ちゃんと洗車してなかったな。これ。髪型いい色なんですね。ですよね。鮮やかな赤も。ですよね。うん。
まあ、選んで、なんかマニュアルですね。マニュアル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 ちゃんと適切な駐車場されてた。マニュアルや。え、F? F ですね。あ、F 型ですもん。いいな、これ。前はアルトワークス ENS 持ってましたけど、あ、ちょっとこっちに変えまして。はいはいはい。どうですか F？ いや、まあ、走りは楽しい、まあ、まあ、悪くはないですよ。ただそれはワークスの方が楽しかったです。逆に斬新やと思いますよ。嬉しいんだけど、嬉しい。いやいやいや、今後なんか予定あるんですか、なんかしていく。まあ、もちろんされますよね、ワークス乗られるから。やっぱこうやって今回いろいろ見て思ったんですけど、やっぱそうですね、したいと思ってます。足とかから、まあ、順番的にはなんかまずペタペタ買ってきます。買ってさえもいないんで、ステッカーとかも。そうですね、まず個性。僕いろいろ見てて気づいたんですけど、これ多分普通のアルトじゃないですか。はいはいはい。まあこういう感じでするといいんだろうなとは思う。なるほどね。参考になるのが多いですからね、うん、今日。ぜひ。じゃあ楽しみやな。この色は目立つんで覚えときます。覚えときます。え、ちなみにお名前は？川上です。川上さん、はい、顔出して大丈夫ですか？です YouTube なんですけど。ありがとうございます。じゃあまたなんか来年またミーティングがあったらね、来ますんで。よろしくお願いします。ありがとうございました。突然車の周り囲んでしまいまして。すいませんでした。マッキーの1台こちらね、川上さんの。いいよこれ。次回もしかしたらこれ乗ってくるかもね。購入してるかもね。マッキーのも映しとこ。マッキーの何も変わってない。いや、まだ変わりますよ。俺のアグネスタキオン。何？10月の31日に、うん、大阪の、エキスポシティの万博にある、三田社天狗。マッキー、あの10月31日までにこの動画上がれへんか。上がらない。上がらないやったらもう少し見ないじゃないですか。そう、上がらへんねん。10月の末までこれ動画いっぱいなんや、今ストックが。これやったらもうダメです。いや、イタ天国っていう、ね。イタシャ天国ね。大阪にある大きなイベントにちょっと展示させてもらうことになります、ね。はい、ここだけ切り抜いてまた流しとくわ。はい。はい。ちょっと。車めっちゃ汚いんですけど、はい、汚い、めっちゃ汚い、えらいことになっていいけど、めっちゃ汚いな。ちょっともう僕から山走ってきたから。これもここです。あ、やばい。これ、ね、これ前の仕様ですけど、前の仕様か後の仕様か知らんけどよ。いや、前の仕様には車あったかも。これやっぱり、そうそうそう、そのこのなんとか、ね、なんとかお茶です。あ、もうステラのこのキャラです、はい、そう、覚えた。今は違うからね。俺のアグネスタキオンやから。俺のアグネスタキオン。まあね、アグネスタキ。マンハッタンカーやね。なんかいっぱい来たな。うん、カプタンさんはこの頭で仕事行って何も言われへんですか。この頭で仕事行って何も言われへん。営業職ですよね。営業職です。これ大丈夫？これ。これは大丈夫です。大丈夫ですか？アッシュ系に染めましたけど。これ営業職、これ大丈夫？大丈夫です。なんか大丈夫です。大丈夫かな？大丈夫です。もう前か。